甲斐教育長は今日開いた定例会見で、教職員の不祥事が相次いだことを受けて陳謝しました。甲斐教育長は今日開いた定例会見の中で、わいせつ事案や飲酒運転などこのところ教職員の不祥事が相次いだことについて、社会において守ることを教える立場にある教職員がこういった行為に及ぶことはあってはならないことと陳謝しました。教職員の不祥事をめぐっては、先月男性中学校教諭が飲食店での懇親会で女性教職員に何度もキスをするなどの行為を行い懲戒免職処分となったほか、おととい未明、鳥栖市の中学校の男性教諭が部活動の保護者と飲食した後車を運転し、酒気帯び運転の現行犯で逮捕されるなど短い期間で相次いでいます。甲斐教育長はこれを受けて、飲酒運転については重大事故に直結する、わいせつ事案と合わせて再発防止に努めていきたいと述べました。